これ、いや、この嘘だよパンダすごっ、エイプリルフール限定嘘だよパンダ、怖い、なんか今日中学生になりました。なんか皆さんエイプリルに使えるネタを教えてください。ぜひ。ネタがね、思いつかないので。お願いします。え、何この薄タワーチャレンジみたいな。薄タワーショールームで3000円、みんなで投げようキャンプ。え、すごっ。初めて知ったよ。そんなキャンペーンを今やってるの。コメント流れるの早いもん、めっちゃすごい、え、怖い、何これ、ありがとうございます、え、やばやばいね、え、たくさんすごい嘘だよって言われてる、めっちゃ嘘つかれてる、悲しい、嘘つかないでどうなってんの本当にこの下、面白い、どんどん続けてください面白い、ちょっとコメントが流れるのが早いので、ギフトコメントをつって、皆さんコメントが流れるの早い人は普通のコメントのマークのところを押したらコメント見れますまさにもう早いもん、めっちゃ、まだ1000以上ある、え、そんなにやんの、え、そんなにもらえるのこれ、誰かの配信で投げたら誰かに投げたい、最大3000も、え、え、やった、もらえた、もらいたい、すごい、最大3000、すごい、面白いねこれ、
あ、すごい、みんな嘘ついてる。みんなあの嘘か本当かわからないギリギリのやつ言ってみてください。嘘ついてみて、嘘ついてみてください。絶対に嘘か本当か当てるので。幸せになりました。嘘。嫌なことで綺麗です。嘘。 HKT7 期最終オーディションまで行きました。めっちゃ嘘か本当か分かんない。でも嘘だ。嘘。みーちゃんの本飼ってるの。ありせんちゃん。嘘。保育園突然違う。嘘。みーちゃん実は20歳。嘘。髪の毛を1ミリ切りました。そんな分かるわけないから嘘。全部嘘だ。ちなみに仕事の休憩中につき音声は聞きません。え、嘘か本当かかない。これはガチかもしれないから本当。ハエが苦手。嘘。春から小学生。違う。嘘。今日カレー食べたよ。うん、泣かない。多分本当。パンチ押しやめた。嘘。判定していくんで。やばい、もうもうやばいよ。嘘のような量が。みんな嘘つきすぎ。実はゆなちゃんのとこ嘘。私は中学を卒業しました。嘘。嘘。クルタンの身長が168センチに伸びました。嘘。あれ面白かった。ファンちゃんのコメントが面白かった。綺麗な足ですねみたいなの言ってた。でも本当に綺麗な足だった。ハンジそう面白かった。身長腐れちゃいました。いつもニコニコいなで来てくれてありがとうございます。そう違うんですよ。6期生のアカウントだから6期生しかフォローしてないのね。フォローできないの。そうだからさ、はんちゃんがなんかいいねしたり他のメンバーがいいねしたりしたやつもめっちゃ出てくるし、そうコメントしたやつも出てくるから
自然とおすすめに流れてくるんだよね。そう、だからハンちゃんのコメント施設と一緒に出てきた。そう、普段全然おすすめに流れてこないのメンバーのやつが。ハンちゃん、そう、実質ハンちゃん推し、6期生箱推しだから結構有名な6期生箱推しアカウント。おぱんちゅうさぎのニュースもすむ。そう、なんかそう、おぱんちゅうさぎ情報アカウントみたいなのがめっちゃおすすめに出てくみなさん、たくさんありがとうございます。嘘だよ、タワー。嘘タワーでゆいなちゃんの顔が見えないちょっと皆さんが頑張ってるので、そこら辺は、まあまあまあ、おぱんちゅうさぎの作者がゆで卵さんにかかりました。嘘だ。嘘。今日からゆいちゃんの個人アカウント通じて嘘。みんな。あれ、面白い嘘ついてみて。難しい嘘。パンチウサギの作者はかわいそうにさんですあ、15分ありがとうございます。みちゃんの身長がさらに10センチアップした。嘘、嘘だ。なんかツイッターとかに書けるような、あの、そう、ちょっとネタを集めてます。今ネタ集め、やばい、もう勢いがすごくなってる。すごっ、本当にやばい。避難しないと、こっちよし、来ないね、人顔に来るみたいな食べれるね、これ。
ごしかもこれさ千何個とか言ってるけどさ10個ずつしか送れないでしょやばくない？え？残り500まで減った。すごっ。おぱんちゅう詐欺店がユリアで博多に来ている。本当？おぱんちゅう詐欺店は来ないから嘘。朝ごはんはもぐらでした。嘘。食べないで。スタバでコーヒーが無料で飲み放題。今頃やばくってそうだから嘘。明日はハリネズミを食べるためです。やっと投げようと。え？すごくない？すごっ。こてつが家から逃げ出した。嘘。今寝てたもん。さっきこてつ寝てた。中国の土地半分を500円で購入しました。嘘。ふりちゃんたまにモモンガと毛布間違えてない。嘘。なんかね、都市伝説みたいなんでね、聞いたことあるんだけど、エイプリルフールで言ったことは本当になるらしいよ。ナンパ可能確率で本当のことになるらしいよ。だから嫌なことを書いちゃったら本当になっちゃうから、いいことを書きましょう。そしたら誰か当たるかもしれない。ナンパかの確率なの。このタワー本物だったら嫌だ。嘘だよタワーができちゃう。みんないいことを聞きましょう。
すごいたくさんある。アルミドーナツが100円で食べる、お、いいね。100メートルを3秒で走ります。すごい、かなったら嬉しいのかな。その都市伝説が嘘か本当か分かんない。みんな騙されちゃってない？騙されてない？みんな騙されちゃってるよね。かかりましたね。この今話したことが本当かどうかが分かんないよ、みんな。本当か嘘か分かんない。ドーナツは中にいた部分が一番おいしい。ないじゃん、あんなが入ったの。国民の皆さん全員に10万円が政府からもらえる。本当？やったね。マックのスマイルが500円に有料化しちゃう？それマックのスマイルのところ見たことないんだけど、時々さ書いてるのあるじゃん、ま、なんか端っことかにスマイル0円みたいな。あれ全然ないんだけど、今度行ってみようかな。スマイルください。でもね、ゆいちゃんはいつもね、モバイルオーダーとか、だから、だよね、モバイルオーダーでも買えるかな、スマイル。
iPhone13 から新しくして15を買って、え、本当かどうかわからない。ゆいちゃんは今13。iPhone15、 そう、なんかいろんな新機能あるじゃん。だからめっちゃね、覚えるの大変そう。あ、30分になってたんで、じゃあ何十秒しておりたいと思います。13位ハマーさん、12位ヒカルビさん、11位フレアさん、10位ハルマキさん、9位シーナさん、8位シャオータンさん、7位ヒロタンさん、6位ダルマインコさん、5位ショウちゃん、4位クボテツさんです。ありがとうございます。そして第3位はぐる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 とかな、夏美推し高弘さんです。ありがとうございます。イエイ。世代にはぐる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 ドカーン、アスカさんです。ありがとうございます。イエイ。して第1位はぐる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 ドカーン、ポテチーさんです。ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。皆さん嘘だよとはたくさんありがとうございました。そう、ぜひ、そう、レンダーお疲れ様でした。じゃあ皆さん良いエイプリルフールをお過ごしください。3392の中で来てくれてありがとうございました。5 4 3 2 1、ね、バイバーイ。